おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。現在の日付と時刻はですね、10月の3日の午前9時50分ぐらいですかね。本当はですね、この時間動画を撮るつもりはなかったんですけれども、これからね、僕カラオケ屋さんに練習に行くんですが、ちょうどねポツンと、一軒家じゃないですけれどもね、ポツンと時間がね空いたので、まあ車の中でね、カラオケ屋さんが開く時間まで待機してたんですけれども、なんかただポツンとねぼーっとしててももったいないなというふうに思ってですね、あ、じゃあこの時間を使ってユンタクをしようと、動画を撮ろうというふうに思いました。なかなかね、時間は貴重ですので、大事に使っていこうと思って今動画をですね、今回しております。そんな山田バサラがね、今日皆さんにユンタクしたい、お伝えしたい話題はですね、まあ僕ね、今まあツアーにね、11月から始まるツアーに向けて、まあいろいろね考えてる、思案してるんですが、その中でなんかずっと思ってることなんですけれども、やっぱりね、まあ僕自身のこう今までのね経験で思うことはですね、ツアーが始まるとですね、もう本当に、まあ今はですね、大体ライブがね、沖縄でやってるこの、まあコロナ禍っていうこともありますが、まあコロナ禍って言い訳になりますね。最近やってるの本当月に1、2回ですよ、沖縄でやってるライブというのは。ね。多くて3本ぐらい。とにかくまあ大体毎月1、2本のライブをやってるわけですね。でもツアーに出ると、もう毎日のように公演があります。ね。もう昔はですね、本当に20何日連続ライブというのもやってまいりました。その時にね、まあ僕自身が感じたことはですね、結局毎日ライブなんで、セットリストね、毎回歌うセットリストを変えたくなっちゃうんですよ、僕自身ね。わかります？なんかね、毎回ね、ああ、昨日はあのライブであの曲歌ったから、今日はこの歌を歌おうかとかね。で、ああ、もうちょっとこれ、もうそろそろもうずっと歌ってきたから、この曲にしようかとかね。僕自身は思うわけです。しかしながらですね、お客さんからするとですね、ほとんどの方が、初めて僕のライブを見る方っていう方が多いわけですよね。例えば昨日は東京でありました、今日は埼玉であります、明後日は横浜ですという公演の場合ですね、やっぱり新しくね僕のライブを見る方がねいらっしゃる可能性が多いですよね、確率が高いですよね。その時に僕自身が例えばコロコロね曲を変えちゃう、それはいいんですよ、それは悪いことではないんですけれども、もしそうやって曲をね毎日変えてしまうことで、僕自身が演奏に不備が出てきた場合はですね、それはですね、非常によろしくないわけですよね。なんか、あ、気分でね、あ、昨日はこの曲やったから、今日はもうこれはなくして、これ、新しいにやろうと思って弾っちゃうと、あれ、コード何だったっけなとか、歌詞が何だったっけな、思い出せないなと思いながら、弾いちゃってると。言うとですね、お客さんから見ると、なんか、締まりがない演奏とか、ね、ライブに見えると思うんですよ。やっぱ大事なことは、同じ演奏ですね、同じ曲で続けながらどん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 進化していくということが、やっぱりツアーのね、ツアー周りでは大事なんじゃないかというふうにですね、今思うようになりましてですね、やっぱ大事なことはずーっと同じことを基本的に続けると95% ぐらい。その中で、まあ 5% から、まあ多くても 10% ぐらい新しいものもですね、取り込むぐらいがいいんだなと。90% 以上は同じことの繰り返しが大事なんじゃないかというふうに今思ってるんですね。だから、
セットリストは僕からしたら、ほとんど同じ。ね。でも大事なことは、ほとんど同じことを繰り返すことで、自分が、どん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 、進化していく。それは、進むという意味での進化。そして、深みを帯びるという意味での進化。どちらもですね。それが大事なんじゃないかと。それを、飽きないで、自分が、新鮮な気持ちで歌い続けることができれば、最高のツアーになるし、これからの僕にとっても何か大事なものをですね、掴み取ることができるような気がするんですね。だからきっと皆さんもね、日々は同じことの繰り返しに見えるんですが、でも実はですね、そうではない。ね、同じことを繰り返していく中で自分が進んでること、深くなっていることがきっと多く感じられる。それは今すぐには気づかないかもしれないけれども、1年経って3年経って5年経って10年経った時に、なるほど、俺が毎日繰り返していることでこんな風に俺は成長できたんだな、逆に変わらずにいられたんだなという風に思えるんじゃないかという風に思いましてですね、今ユンタクしておりますのでですね、なんかこう同じことの繰り返しというのは、なかなか当たり前に見えて、もしかしたら一番大変なことかもしれません。でも、続けていきましょう。ね。今すぐに結果を求めなくていいので、やっていきましょう。そういう風な気持ちで、僕は今、YouTube を続けてますし、毎回毎回、新しい気持ちで、時にはですね、YouTube 撮ってる時に、なんかね、僕はいつも心を込めて YouTube 撮ってますけれども、なんか、ちょっと、まだ心の込め方が足りなかったかなと思う時もあるんですよね。だからやっぱり、この心を込めて、毎回撮る、ね、そういうことも大事かなというふうに思って、今、ユンタクしております。皆さんにね、撮って、まあ、このお話がね、ほんの少しでもこう響くといいなというふうに思いました。山田バサラ、今日はですね、アルテ崎山さんでアロさんと、そしてアロさんの愉快な仲間たちとね、一緒にですね、ライブします。皆さんぜひですね、お時間ありましたらですね、山田バサラに、アロさんに、アロさんの仲間たちに、そしてアルテ崎山さんに遊びに来てください。心からお待ちしております。本当にね、楽しい夜にしましょう。はい。ということで今日もね、概要欄にですね、今日のライブのインフォメーション、詳細を載っけておきますので、お待ちしております。もう日々はですね、同じことの繰り返しですが、実はそれがきっと大事なんだと信じて頑張っていきましょう。はい。じゃあ僕これから練習に行ってきます。今日も一日、サラバンジ。